はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。まもなく1時ですね。2月の4日は土曜日でございまして、日が照ってきました。まったりとした感じですね。この部屋の中18度、さっき暖房を消しました。今日はあれですね、千代田区は9度でして、昨日よりいいですね。昨日5度ぐらいでした今の時間。また今日の方があったかいな、ええ感じやなという感じでございます。お昼にビール系飲料3缶いただきまして、ふわっとしてまして、ふうで、今日は2時半からですねライブやりたいと思ってます。京都話でございまして、最近ですね、あの舞妓さんちのまかないさんというね、なんかを僕はぐらいでもあれなの、今日の上これとか思ったんですけど、だんだん上手なんですけど、前は行きましょう。本題行きましょうね、本題。g.com でございまして、これは昨日の20時31分に出た記事でございまして。米巨大 IT5 社揃って減益、景気に減速懸念、高成長を曲がりかどというですね、シリコンバレーからの記事でございますけど、まあ、読めるかな。行きましょうか。なんかこれこうニュース毎日読んでるとね、国語やってるみたいですね。毎日ね、小学校の時に国語読まされましたよね。次千原くんとかって入ってこいったって言うんで、あの頃は読めへんかったです。読めへん字がいっぱいあったんですけど、今はね、ニュースなんていうのは、ニュースの字っていうのは東洋漢字だけですからね。でも時々読めへんかったりするんです。怒られるどうしたそんなもんかって言われて、こんなもんでございます。僕だけはね、他の同士はみんな賢いですよ。みんな賢いですからね、ほんまに。それ誤解せんといてください。行きましょう。アップルやアマゾン .com など、巨大 IT5 社の2022年10から12月期決算が2日で揃った。純利益はいずれも前年同期比で減少。景気の減速懸念が高まる中、売上高も頭打ち傾向が強まっており、カタカナ、ひらがな間違うでどうすんにゃって新型コロナウイルス禍に伴うデジタル需要の増加を追い風にした高成長は転換期を迎えた。やっぱりあれですか、コロナで IT 企業はあれですね、あの成長してたんですね。それはみんな家いる時間長いもんねで、しかもテレワークとかなんとかって言うてですね、最新機材を揃えなあかんやみたいなことになって、で最新機材揃えて、おいでなおかつですね、いろいろソフトを使ってってやったわけですね。コロナ禍におけるデジタル消費の加速後、マクロ経済環境が厳しくなっているのは明白だ。Google の持ち株会社アルファベットのピーチャーイ最高経営責任者 CEO は電話会見で景気認識を示した。売上高は過去最高を示したものの、収益減の広告事業が振るわず、伸び率は 1% にとどまった。一方で経費はかさみ、利益は3割強も減った。これ言うた反応は、あ、そうか、アルファベット、Google ですね。なんかね、この YouTube のあれも広告費もね、5% 減ったとかいう記事を昨日読みましたね。いやいや。一方で経費はかさみ、利益は3割減った。同時に広告への収益依存度が高いメタ、旧 Facebook も純利益が半減した。僕ね、Facebook たまに見るんですよ。見なあかんの。あの、Facebook のね、メッセージだけでね、連絡してくる人がいるんですよ。それ見逃してたりするんですよね。半月ぐらい。ちょっと見とこう。Facebook ってでもこれ、広告収入が、あれなんですか？よう知らんけど、まあ、メッセージ来てへんわ。よかった。これ、1週間に1回ぐらい開かんとね、メッセージ見逃すんです。見てへんもん、そんな僕。売上高は過去最高を記録したものの、収益減の広告事業は振るわず、伸び率は 1% にとどまった。一方で経費はかさみ、利益は3割強も減った。同様に広告への収益は、これ読んだね、のが半減したと。アップルは主力工場を置く中国でのコロナ感染再拡大の煽りで、スマートフォン、iPhone の生産にブレーキがかかった。
昨年12月まで影響が出続けたクック CEO 結果、影響が出続けた結果、3年9ヶ月ぶりの減収減益表、マイクロソフトの売上高伸び率は 2% と約6年ぶりの水準に低迷、アマゾンも 9% と7、9月期から縮小した。成長株のクラウド事業の収益が伸び鈍った。アマゾンね、アマゾンで僕らよく物を買うんですけど、そういう方面ではなくてクラウドで儲けてるっていうふうに、言われてますけども、あんだけ物を売ってて儲かってないんですか、物販の。それおかしいんじゃんと思うけど、確かに僕らね、500円ぐらいの物を買うてもね、あれタダで届けてくれるでしょ。あれすごいシステムですね。こうした中、アップル除く4社は人件費の圧縮に着手、1万人を超える規模の人員削減を相次いで打ち出した。一部はリストラに伴う一時的な費用増に業績を圧迫されているが、経営基盤を強化して逆風を乗り越え、次の成長機会を伺う考えだと。ガーファムなんていう言い方をされましたけど、今は言いませんね。そのことごとくがですね、今ですね、調子が良くなくなっているということですね。まあ時代は変わっていきますね。もろも諸行無常でございましてですね、常なるものは何もないわけでございます。ただ基本構造はね、そんなに変わらないと思うんですよね。だって僕だってこれをですね、YouTube に上げてるわけでしょ。 YouTube は Google でしょ。で YouTube に変わるような動画サイトってないわけでしょ。なんでまあそういうふうにね、わーっともっと変わっていけば別なんですけど、例えば Facebook や Twitter に変わるような SNS ってあるんですか。インスタグラムとかって知りませんけど、もうあるようですけども、そんなに変わらないっていうか、ああいうもの、こういうものですね、ある程度まで来てしまったんではないですかね。こう元のパイが、大きなパイがあって、そのパイの ところまでビッと来てしまったんで、伸びが止まってるということなんでしょうね。まあこれに変わるような、例えば YouTube に変わるような動画サイトができたりとかですね、Apple に変わるようなですね、何かこう機器を出せる会社ができたりとか、Facebook に変わるような SNS ができたりとかって すれば話は別ですけど、そこまでは行ってないわけですよね。一旦わーっとこのですね、コロナ禍でですね、皆さん家にいるということで伸びてきたですね、IT の大手がですね、それがこう止まったということではないかなと。ただしこれは偉いことでございましてですね、この世界経済を引っ張ってきたこの IT 系の大手がですね、伸びが止まったということはですね、これからしばらくですね、こう、なんていうか、そういう勢いがそがれるということですね。いや、そうでなくても今世界経済っていうのは中国経済の減速の影響をもろに受けてる感じがしまして、しばらくだからですね、その景気のいい時代は来ないんちゃうんかなと。まあ時代ってね、諸行無常でございますから、ずっと変わっていくわけでして、また次の時代へのこう今移り変わりのこう境目に来てるんかなということかもしれません。であれば次のスターがこう出てきてですね、またですね、世界経済を引っ張ってくれるんちゃうかなと。まあと言いながら、私ももう今年61でございますから、そろそろですね、そろそろですね、表舞台からあと何年でしょうね、5、6年、5、6年って65まではあと4年半なんですよ。それくらいでですね、ヒーッとフェードアウトするかなという感じはしますけど、こういうことはね、喋ったり書いたりすることは、体がね、ある程度動けばできるわけであって、まあ、要はそれができる限りはやってると思いますけどね、何もしなくなるとボケるそうなんでね、ボケるのもいいなと思って、まあいいけど、何の話をしてんやろと分からないになりましたけど、2時半からですね、今日はですね、京都話をのライブをやろうと思いますので、これは多分その前1時半頃に上がると思いますので、皆さんぜひですね、京都話のライブをですね、聞いていただきたいなと思います。はい、京都話2回目ですね。はい、なんでぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、皆さんどうもありがとうございました。これ貼っときます。